パパ、楽しかったね。ああ、そうだな。手を洗ってすぐおやつにしような。うん。俺の名前は平石荘。四人家族の大黒柱だ。今日は娘のアユと二人で出かけていたんだが。ただいま。ちょっとあなた、何よこれ。どうしたんだよ、そんなに怒って。家に帰るなり、いきなり嫁に怒鳴られた。その理由は。どうしてもこうしてもないわよ。これ、ゼロ円ってどういうこと？なんでこんなにないのよ。なあ、俺の通帳だ。ゼロ円と書かれた通帳を見て嫁は焦っているらしい。それには事情があって。いいわ、聞きたくない。どうせ借金でもしてるんでしょ。いや、そうじゃなくて、俺は説明しようとしたんだが、嫁は俺の話を聞こうとはしなかった。ケチだとは思ってたけど、まさか借金まみれだったなんて。確かに節約するようにはしてるけど、それは借金があるわけじゃなくて。そう、俺が節約しているのはただの趣味に近い。じゃあ何のためだって言うのよ。借金なんてしてるからそんなにケチなんでしょ。違うってば。本当に借金なんてしてないのにな。しかし結局嫁が俺の話に耳を傾けることはなかった。そんなある日の朝。お、このシャツヨレヨレだぞ。いつものようにワイシャツを手に取ると、そのシャツは洗濯されているようには見えなかった。なあ、このワイシャツシワだらけなんだけど。そりゃそうよ、洗ってないからね。洗ってないシャツをそのままクローゼットに戻したのか。そうだけど。どうしてだ、間違えたのか。どうしてって、借金まみれの男のシャツを洗う理由を逆に教えてほしいわ。嫁は俺のことを鼻で笑った。おはようママ。あら、おはようゆうや。おはようゆうや。はい。その時長男のゆうやが起きてきて。はい、今日のシャツ。ありがとうママ。ゆうやのはしっかり洗ってるんだな。嫁はゆうやにアイロンがけされたピカピカのシャツを手渡した。ちなみにゆうやは成績優秀で運動神経もよく、嫁のお気に入りなんだ。結局俺は綺麗なシャツを見つけてアイロンをかけ直した。行ってきます。うん。嫁は行ってらっしゃいの一言も俺には投げかけてくれない。そんな中。行ってらっしゃい、お仕事頑張ってね。ありがとう。アユだけだよ、パパを慕ってくれるのは。アユだけは俺を笑顔で見送ってくれるんだ。パパに行ってらっしゃいなんて言わなくていいの。どうして。どうしても。しかし嫁はそれが気に入らなかったようで、娘を叱りつける始末。おい、アユに変なことを教えるな。何よ、文句を言われる筋合いはないわ。俺が何を言っても嫁は聞き入れる様子はない。せっかくアユによって浄化された心も、最後は嫁のせいで散々だった。はあ、朝から散々だったな。このままじゃまずいし、引き出すか、あのお金。ちなみに俺は本当に借金なんてしていない。むしろ俺は。その夜。ただいま。おかえり。家に帰っても相変わらず嫁はおかえりすら言わない。だが俺はなるべく優しく嫁に話しかける。今日の夕飯は。ハンバーグだったわよ。だったって、つまり嫁は俺の分はないとアンに伝えているのだ。まあそんなことだろうと思ったけど、カップラーメン買っといてよかった。最近はこんな感じで嫁の行動を見越し、自分で夕飯を買って帰ることが多い。ママ、僕そろそろ寝るね。ええ、おやすみなさい。その時ゆうやが寝ると立ち上がり。お、ゆうや、おやす。ゆうやまで。俺もおやすみを言うが、まるで聞こえていないかのように返事は返ってこなかった。パパ、おやすみ。ああ、おやすみあゆ。だがあゆだけは違う。落ち込んでいる俺の心はいつもあゆによって救われるんだ。あゆはなんでパパに優しくしてくれるんだ。そんなあゆに俺はふとそう尋ねた。嫁やゆうやに流されても本当はおかしくないから。だって私の世界でたった一人のパパだもん。理由なんてないよ。あゆ。するとあゆは天使のように微笑み、そう言ってくれた。ありがとうなあゆ。くすぐったいよパパ。ほら、そんなことしてないで早く寝ちゃいなさい。はーい。俺はあゆがいれば何があっても生きていけるとこの時確信した。そんなある日。ねえ、ちょっと話があるんだけど。あ、どうしたんだ。めったに俺に話しかけることのない嫁からの話にそわそわしていると。これ書いてくれない。これって離婚届じゃないか。そうよ。差し出されたのはなんと記入済みの離婚届だった。あなたといると貧乏が移るから出て行って。
そうだよパパ、借金まみれのパパがいるなんて恥ずかしいもん。ゆうやまで。ほらゆうやもそう言ってることだし、嫁もゆうやも俺に去ってほしいらしい。だから俺は借金なんてしてないんだ。それにお金は。はいはい、もう何を言っても無駄よ。借金をしていないと必死に弁明しても、嫁とゆうやはもう俺の話なんて聞こうともしなかった。はぁ、こうなったら仕方ないか。これ以上は拉致が開かない。わかった、出ていくよ。そして俺は受け入れることにした。どのみちこの家で俺の存在は合ってないようなものだったからな。そして俺が荷物をまとめていると、私もついてく。あ、あゆ。はぁ、あゆが俺についてきてくれると言い出した。何言ってるのあゆ、やめなさい。そうだよ、借金まみれのパパといてもいいことなんてないって。そうよ、ママとお兄ちゃんと一緒に暮らしましょう。そんなあゆを嫁とゆうやは必死に止めようとしていたけど。やだ、パパと一緒に行く。どうしてそこまで。だって一人ぼっちになるなんてパパがかわいそうなんだもん。あゆ、あゆの決意は固かった。好きにしなさい。ありがとうあゆ。これからも一緒だよパパ。そして嫁が折れる形になり、あゆは俺についてきてくれることになったんだ。それから俺たちは荷物をまとめ、その日のうちに家を出ることになった。よし、じゃあ行くぞ。本当にいいんだな。うん。ちょっと待ちなさい、これも持って行きなさいよ。まあ、嫁は別れを惜しむこともなく笑いながら残高0円の通帳を渡してきた。それじゃあ今までありがとう。ええ、本当に感謝してほしいわ。借金男にここまで付き合ってあげたんだからね。そして今度こそ長年過ごした我が家を後にしたのだった。パパ、抱っこして。ああ、もちろんいいぞ。あゆは嫁にもゆうやにも止められたのについてきてくれた。あゆだけは絶対に幸せにしなくちゃな。それにしてももうすぐ50億円入ってくるのにな。ん、ほんと人の話を聞かない奴らだったな。1年後。ゆうや、早めに宿題やっちゃいなさいよ。うん、もう少しテレビ見たらやる。私は借金男と別れてから女手一つでゆうやを育てていた。ねえママ、この CM のゲーム欲しい。いくら？6000円。そんなにするの？お金がないから無理よ。ワンオペでの育児は思っていたより大変で。この間だってそう言っておもちゃ買ってくれなかったじゃん。私一人のパートの給料じゃそんな余裕はないわよ。私は毎月やりくりに頭を悩ませていた。今まで借金男は生活費をどこから調達してたのかしら。まあきっとそれも借金だったのね。それじゃあたくさんお金を稼いでくれるお金持ちのパパを探してよ。そうね、確かにそれもありね。じゃないとやっていける気がしないわ。その時、あれ、これってパパ？え、投資家の平石さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんでこの人がテレビに出てるのよ。投資家？離婚した時は貯金なんて1円もなかったのに。テレビに映っていたのは紛れもなく借金男、もとい私の元夫だった。平石さんは今話題の若手一流投資家で、今 YouTube や SNS でも話題沸騰中の注目の人物です。なんと総資産は500億円を突破したとか。500億？どういうことよ、どうなってるのよ。ありがとうパパ、ずっとが可愛い。いいんだよ、あゆはなかなか欲しいものを言わないし、たまにはお金を使ってやらないとな。俺は離婚してからこの1年、あゆと2人で幸せに暮らしている。パパ、チャイム鳴ったよ。あ、頼んでた新しい PC でも届いたかな。はいはい、今出ますよっと。その時チャイムが鳴った。きっと宅配か何かだと思っていたんだが。あなた久しぶりね、パパ。そこには久しぶりに会う嫁とゆうやが立っていたんだ。どうしてここが分かったんだ？ご近所の人に調べてもらったのよ、どうしてもあなたに会いたくて。ニヤニヤしている嫁からはどうしても不信感が拭えない。そこまでして会いたかったのか？そうよ、よりを戻してあげてもいいって言いたくてね。なんで上から目線なんだろう。どういった風の吹き回した？借金してるような夫は嫌なんだろう。それが私の勘違いだったのよ、本当は借金なんてしてなかったんでしょ。最近テレビや SNS の露出を増やしているせいで嫁に金を持っていることがバレてしまったようだ。そのことを反省したの。だからあなたも一人で寂しいだろうし、こうして来てあげたのよ。はあ、反省と言いつつ傲慢な嫁の態度に俺は思わずため息をつく。悪いけど俺はよりを戻す気はないから。
悪いけど帰ってくれる？もちろん俺によりを戻すつもりはなく、玄関の扉を閉じようとした。しかし待ちなさい。あ、危ないだろう。何してんだよ。嫁とゆうやがドアに体を挟み込んだんだ。あんたたちだけいい暮らししようなんてそうはいかないわよ。そうだよ、僕たち家族でしょ。やはりこの二人は金目当て、反省などしちゃいなかった。それにしてもどうして500億円なんて持ってるのよ。あなたの口座の残高は0円だったじゃない。確かに俺の口座は0円だった。それは間違いのない事実。それはね、俺は結婚するずっと前から稼いだお金の生活費を除く全てを証券口座に落として投資に回してたんだ。その方が経済も回るしいいと思ってね。だから銀行口座にはお金が残ってなかったのね。その通りさ。そして1年前のあの時、借金がないことを証明するために50億だけ入れようと思ったんだけど、その前に離婚を言い渡されちゃったからな。50億だけって。でもそれなら早く言ってくれればよかったじゃない。お前が俺の言い分を聞いてくれれば誤解も解けただろう。話も聞かずに一方的に離婚を迫ってきたのはお前だ。もう話すことは話した。帰ってくれ。これ以上はもう二人に構う時間も無駄だ。そう思ったんだけど、こうなったら意地でも入ってやるから。ほなななななな、いや、暴れるなって。私たちのお家に入ってこないで。二人の諦めはかなり悪かった。なんだ。その時ちょうど誰かが家の前を通りかかって、ちょうどいいところに。すみません、助けてください、不法侵入者です。白昼堂々すぎないか。俺は助けを求めた。だが困っているのは確か。わかりました、俺に任せてください。離れるんだ。そしてその人はいとも簡単に二人を玄関から引き離してくれた。ありがとうございます。さてと、警察を呼ばれたくなかったら二度と家には近づかないでね。警察は勘弁してください。そして俺は無事に二人と決別し、平穏な日々を取り戻した。今日はこの男はね、押してる最低な男ですなんてどうかしら。最高だよ。じゃあ僕は。いいわね、これであの人の評判もガタ落ちよ。その後俺の SNS になぜかアンチコメントが湧き出したんだけど、総司に対する名誉毀損の疑いで逮捕状が出ています。署までご同行願います。迷惑だから訴えた結果、はたりとなくなったのだった。どんな人が書き込んでたんだろうな。今日も見てくれてありがとう。じゃんけん。